秋季関東大学バレー、その会場となる東京町田の体育館がとんでもないことに。そこには女性客を中心にずらりと長蛇の列が。会場1時間前にもかかわらずこの大盛況ぶり。そのお目当てとは。石川選手、石川君の応援です。ネクスト4の一人、石川祐希。中央大学2年生が全日本に選ばれると、今年のワールドカップでその実力を発揮。日本史上最高の逸材と言われ、そのネクスト実力の高さで多くのファンを魅了。男子バレー界に一大旋風を巻き起こすなど、鮮烈な世界デビューを飾った。そのワールドカップを終え、秋季リーグ戦初出場となる石川を一目見ようと、会場は超満員。石川フィーバー効果で、例年200人程度だった観客数はなんと8倍。その数およそ1700人。昨日声援が送られる中始まった法政大学との一戦。ファンの期待に応えるように序盤から石川が見せる。相手のスパイクをいきなりのシャットアウト。そしてノータッチエース、強烈なスパイクを叩き込むなど得点を量産。7打球石川の活躍に詰めかけたファンも大興奮。さらに持ち前のジャンプ力を生かしたこのバックアタック、ワールドカップさながらその迫力にファンも大盛り上がり。その後も次々と得点を重ねていく石川。最後のバックアタックでこの試合を制した中央大学。ワールドカップでさらなる成長を遂げた若き逸材が第3試合で圧倒的な存在感を見せつけ、チームを勝利に導いた。いや、まあすごい入ってるなって思いました。応援してくれださる方々なので、しっかり感謝していきたいと思います。秋リーグも前回も優勝できるように頑張りたいと思います。そして翌日、石川フィーバーもまだまだ続く中、なんとこの日はワールドカップで共に戦った中央大学石川祐希と筑波大学高橋健太郎のネクスト4対決が実現。共に世界と戦った2人だが、大学バレーではお互いが最大のライバル。そんな2人のビッグマッチを見ようと、会場は昨日よりもさらに大混乱。これには運営側も急遽規制を張るほど。連日超満員の会場にもなんと立ち見が出るほどの大盛況。昨日にも増す混乱ぶりに、こんな場内アナウンスまで。そしてコートに2人が登場すると、試合前にもかかわらず会場はこの盛り上がり。熱い視線が注がれる中始まった大注目のネクスト4対決。石川はスタメンで出場するも、対する高橋はベンチスタート。第1セット、序盤から両チームともに流れをつかもうと果敢に攻めるも、互いに一歩も引かない展開。連続得点が出ないのは試合の中盤へ。均衡を破ったのはやはりこの男だった。強烈なスパイクを叩き込み、攻撃の口火を切ると、次々とスパイクを決めてチームを牽引。さらにはブロックポイント。攻守にわたるエースの活躍にチームも鼓舞し、第1セットを取った中央大学。続く第2セットは
石川のサーブからスタート。攻めのサーブで仲間のブロックポイントにつなげると、さらにスパイク、バックアタックを決めるなど、第1セットから続くエースの活躍で長野は完全に中央大学かと思われた。しかしここから筑波大学が意地を見せ、エース石川をシャットアウトし勢いに乗ると、サービスエース、ブロックを決めるなど、この試合初の4連続ポイントを奪い、一気に流れをつかむ。その後は石川もミスなく得点を重ねるも、筑波大学が粘りのバレーを見せ、差が縮まらない。そのままリードを守った筑波大学が第2セットを奪い返した。セットカウント1対1で迎えた第3セット、序盤勢いに乗った筑波大学から得点を奪えず、苦しめられる中央大学。しかし石川がネットギリギリのこのプレー、得点につなげると、相手ブロックを弾き飛ばす強烈なスパイクを放ち、チームに勢いをもたらす。これで息を吹き返した中央大学、サービスエースが飛び出すなど4連続ポイントを奪い、一気にリードを広げる。するとついにこの男がコートへ。ネットを挟んで対峙する2人の姿に観客の視線を釘付け、高橋は気迫を前面に押し出すプレーでチームを鼓舞。力のあるスパイクを次々と打ち込み、中央大学を追い上げる。注目のネクストポイントは白熱の展開に。試合は24対24、ニュースにもつれ込む。同士の一進一退の攻防はなんと30点を超える大接戦。この戦いに会場のボルテージは最高潮。大声援を受け、さらにヒートアップする2人。両者譲らぬ戦いが続く。しかし攻めに行った高橋のサーブが惜しくもアウト。中央大学がセットポイントを迎えると、最後は筑波大学のスパイクがアウト。もつれにもつれた第3セットを制したのは中央大学。続く第4セットも2人の激しい打ち合いに、石川が切れ味抜群のバックアタックを決めると、高橋が力強いスパイクを叩き込む。第3セット同様、互角の戦いが続く。しかし石川にこのミラクルプレーが飛び出すと、ライバル高橋をシャットアウト。これで勢いに乗った中央大学、その後エース石川の活躍でリードを決め、セットカウント3対1。激しい打ち合いだったネクストポイントは、中央大学石川祐希が勝利を収めた。試合後、大注目となったネクストポイント対決について2人は、3セット目に、中盤で結構離されて、それで出してもらったんですけど、本当にそこの離された部分で、自分の高さというか武器が生かせていたなと思いますけど、結構悔しいです。でも本当に、石川は、やっぱ全日本でワールドカップで、ずっとあいつは本当に活躍した選手なので、と一緒に、試合やれて、自分と、それ以上の選手だと思っているので、食らいつくぐらいの気持ちで鍛錬を積んでいきたいと思います。来年の OQT とか、その辺ではもう自分も本当に輪に加わるじゃないですけど、
自分もまあ中心になれるぐらいの気持ちでもう行きたいので、あとは3月が、まあ、合宿の集合ぐらいまで本当にもう自分も必死練習して、まあ、みんなに追いつこう、追いつきたいなと思います。いや、まあ、非常に楽しくできたかなと思って、競った試合は多かったですけど、まあ、そこで勝ち切れた部分もあったので落とさなかったことは良かったなと思います。最初の方高橋さんは出てなかったので、まあ、後半出てきてすごい気合いの入ったプレーとかすごい気持ちを前面に出す選手で、もうすごいもの持ってるんで、まあ、一緒にオリンピックでやっぱり一番上を狙っていきたいと思います。大学バレー界の一大旋風を巻き起こした2人、ワールドカップで話題沸騰となったネクスト4石川選手と